はい、アルゴリズムとデータ構造1ポツ演習の8回目です。繰り返しなんですけども、前回はね、7回目の方では for っていう繰り返しを見ましたけども、ここでは while っていう繰り返しを見ていきます。で、while の構文はね、for と比べてシンプルです。while、括弧条件で、後ろにね、繰り返す処理が書かれるという形で、この条件満たしている間、後ろの部分を繰り返して何度も処理するよという、そういう構文です。で、for との使い分けですけども、for はね、ループカウンターを使ってね、それがどういうふうに変わっていくかっていうのを最初に書いてました。繰り返す回数がね、決まってる時に使います。10回やるよとかね、そういう形ですね。で、それに対して while はね、繰り返す条件、もしくは繰り返しがね、終わる条件が決まってる時に使う。だから何回繰り返すか分かんないけどね、これができたら終わりましょうみたいな、そういう繰り返しの時によく使われます。まあ、実際のね、プログラムを見てね、理解を深めていきましょう。まずはね、繰り返しのポイントのね、説明です。